コンメボルコパアメリカは南米サッカー連盟が主催する世界で最も古いナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会である。旧称は南米選手権で1975年大会より現在の名称となった。大抵は年度を付加してコパアメリカ開催国年度などのように呼称される。1910年に アルゼンチン、チリ、ウルグアイの3カ国による大会が開かれたが、コンメボルが設立された1916年の大会を第1回大会としている。第1回大会には、アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、チリの4カ国が参加し、アルゼンチンで開催された。1921年にパラグアイが追加で参加したことを皮切りに、1926年にボリビア、 1927年にペルー1939年にエクアドル1945年にコロンビア1967年にベネズエラが順次参加し南米10カ国すべてが参加する大会となった南米選手権は変則的に開催されていたが1967年ウルグアイ大会からしばらく中断され1975年に コパアメリカとして再開された。この1975年大会からの3大会は、集中開催方式ではなく、ホームアウェイ方式で行われた。1979年大会から、原則4年ごとの開催となった。その後、1987年アルゼンチン大会以降は2年ごとの開催に変更されたが、2004年ペルー大会以降、 再び4年ごとの開催に戻っている。1993年イクアドル大会には北、中米カリブ海、サッカー連盟からメキシコアメリカ合衆国の2カ国を招待。これ以降の各大会では2カ国を招待している。これまでメキシコが1993年以降2017年までの各大会に招待され実質的なレギュラー出場国となっていたほか、 もう一カ国もアメリカ合衆国、コスタリカ・ホンジュラスなど、地理的に近いコンカカーフから招待されることが定例になっていた。これに対する例外として、1999年、パラグアイ大会にアジアサッカー連盟の日本が出場した。日本は2011年アルゼンチン大会にも招待されていたものの、東日本大震災の影響による、 J リーグ日程変更の影響などもあり、出場を辞退し、代わってコスタリカが参加することとなった。また、2019年大会には日本が2度目、また2022年ワールドカップ開催国のカタールが初の招待を受けており、メキシコの連続招待及びコンカガーフからの連続出場が途切れることとなった。当初、2015年大会の開催国になるはずだった。 ブラジルが FIFA コンフェデレーションズカップ 2013-2014FIFA ワールドカップに加え2016年リオデジャネイロオリンピックと世界的スポーツイベントの開催が立て続きに予定されている中で2015年に同大会を開催することに難色を示し結局2019年に開催国となるはずだったチリと開催権を交換2015年はチリ 2019年はブラジルで開催することとなった。2015年大会はチリで行われたが、その1年後に南米サッカー連盟の創立100周年を祝って特別大会が開かれた。2012年7月5日、メキシコサッカー連盟のフステノコンペアン会長が、2016年大会はアメリカで開かれることになる。これは正式な話だと発言した。また、この話は、 北、中米カリブ海、サッカー連盟のジェフリーウェブ会長主導の下で行われた、コンメボルの発展につながるだろうと語っている。この大会は、コンカカーフから6チームが参加し、全16チームの拡大開催となった。2019年大会は戦術の経緯からブラジル、2024年大会はエクアドルでの開催が決まっている。 コンメボル加盟10チームに招待国2チームを合わせた、計12チームを4チームずつ3グループに分け、グループリーグを行う。各グループの1位に2、e、チーム及び、各グループ3位の中で成績の上位2チームの計8チームが決勝トーナメント進出。以前の大会においては、様々な試合方式が行われた。数チームによる決勝リーグで争われた大会では、 決勝戦や3位決定戦が行われなかった。国別優勝回数1999年大会に初めて招待され、トルシエ監督の元1分2敗の結果を残した。2011年大会にも招待されていたが、東日本大震災の影響で辞退した。2019年大会には、同じ AFC のカタールと共にアジアカップ2019年大会の ファイナリストとして招待され、2分いっぱいの結果を残した。ありがとうございます。